マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。ダイエット中の朝ごはん、あなたは美味しく召し上がっていらっしゃいますか？朝から美味しく食べて痩せることができたら最高ですよね。そこでこの動画ではマイナス10キロリバウンドなしの私が普段食べている朝から脂肪を燃やしてくれる朝食のメニューがわかるんです。もし朝から美味しく食べてさらにダイエット効果を高めながら健康的で綺麗に痩せたいなっていう方はぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。朝から脂肪燃焼朝食ダイエットをお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこの朝食のメニューで痩せることができるのでしょうか。その痩せるポイントと2つ目、朝から脂肪燃焼痩せる朝食メニュー5つお伝えしていきます。では1つ目の項目です。なぜこの朝食メニューで痩せることができるのでしょうかというそのね、痩せるポイント3つあります。1つ目はこの朝食メニュー取られますとあなたの腸内環境がめちゃくちゃ整うんですよね。簡単に言うと痩せ菌と呼ばれる善玉菌を増やすことができる朝食メニューになるわけです。そうすればあなたは根本的な痩せ体質へと生まれ変わることができます。そうすると自然と痩せますから、しかも美味しく食べながら、もうぜひこのメニューお役立ていただきたいと思います。後ほど詳しくお伝えします。では2つ目のポイントはこちら、栄養バランスがめちゃくちゃいいからなんですね。まずは痩せ菌を増やすためにはしっかりね、栄養も取る必要あるんですよね。こればっかり食べればいいというものではありません。ということでやはり栄養バランスが一番大事になってきます。その時にポイントは発酵食品をしっかり食べること、そしてタンパク質と特に水溶性食物繊維、これがセットで摂れるかどうか、ここにかかっていますので、ぜひこの朝食メニューで美味しく食べながら痩せていきましょうね。そして3つ目のポイントはこちら、太るもと血糖値の急上昇を朝からすでにコントロールすることができるメニューになってきます。いかがですか？朝からいきなり太るもと血糖値がバーンと急上昇してしまうような朝食食べてしまいますと、もう一日のスタートがもうデブ体質まっしぐらになるわけですよね。なぜかというと急上昇すればするほどその振り幅で、まあ、溜め込む脂肪の量が増えていきますから、逆に穏やかに上昇していくもの、もしくは急上昇するものを抑えてくれる効果があるもの、これをしっかりと朝早くから朝1でね、召し上がることでその日1日がいいスタートを切ることができるんです。では2つ目の項目です。マイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私が食べているおすすめの朝食メニューということで5つご紹介していきたいと思います。で1つ目はね、こちら、もち麦を入れた玄米ご飯を食べています。もうこれめちゃくちゃ美味しいんですね。もう私実は白米一切食べてませんというか家にもないで、逆に何があるかというと、もち麦を、まあ、ある程度ここはねお好みでいいんですよ、まあ、ベースは玄米、そこにもち麦を入れるっていうね、もうこの2つもう最高のコンビです。なぜかっていうと、もち麦も玄米もとにかくあなたの腸内環境を整えてくれる、簡単に言うともうデトックス、大掃除できるんですよね。なぜかっていうと、この2種類の食物繊維がめちゃくちゃ豊富だからっていうことと、白米に比べて血糖値の急上昇が、ね、ないんです。緩やかに穏やかに朝から上がるので、その日一日安定するわけですよね。食欲も安定しますよ。しかも脂肪を溜め込まないという、低くなるわけですね。そしてなんとコレステロール値を調整してくれたりとか、あの代謝がアップします。で特に玄米は白米と比べてビタミン、ミネラルが豊富、栄養がそのまま残ってますから、ぜひ今もし白米を食べている方は玄米プラスもち麦もプラスアルファしてみてください。では2つ目のメニューは、わかめと甘煮オイルを入れたお味噌汁になります。私毎食毎朝必ず味噌汁いただくんですね。でそこにやはりたっぷりな食物繊維と EPA、DHA とかね、そういったオメガ系の、まあ、良いものですよを取るためのこの甘煮オイルをちょこっとね、ティースプーン
一杯程度ちょい足しをした味噌汁を飲んでいます。でこれめちゃくちゃ美味しいですよね。ただその海藻類、今わかめと言いましたが、何でもいいです。わかめとかいろいろありますよね。他にも海藻いろいろその地域で特産のものもあると思いますから、問いません。海藻なら何でも OK です、基本ね。でそういった海藻類っていうのはもうとにかく便秘改善、低カロリー、しかも朝からあなたの食欲をこう抑えてくれる効果もありますし、もちろん血糖値の急上昇も抑える、プラスむくみまで取れます。に加えてこのアルマニオイルを入れることであなたの腸の炎症をね沈めてくれて、痩せ菌と呼ばれる善玉菌も増やしてくれるのがこのアルマニオイルなんですね。しかもね、嬉しいのは私たち女性にとってね、この女性ホルモンを整えてくれる作用もありますから、ぜひ難しく考えなくて OK です。できれば有機栽培の良いアマニオイル、アマニ油、油って書いてる場合もありますよね。ティースプーン1杯で十分です。取りすぎては NG です。ちょい足ししてお味噌汁召し上がってみてください。では3つ目のメニューは、リンゴ酢納豆になります。もうこれも毎朝必ず私食べています。でどうやって作るかっていうと、もう簡単。私は気をつけているのは遺伝子組み換えではなくって国産大豆を使った納豆を食べています。もちろん引き割りがあれば引き割り、なければ粒のまま、もうそのあたりは臨機応変で OK です。そこまで細かく考えなくてもいいです。でね、その納豆に入れるのがリンゴ酢にしているんですよ。添付のタレは一切使いません。なぜかというとね、化学調味料が入っているからです。でたまにね、入っていないものが手に入れば使うこともありますが、基本それを使うとしてもリンゴ酢も必ず入れています。だいたい納豆1パックに対してお好みでいいんですけれども、大さじ3分の1とか2分の1とかそれぐらいで十分だと思いますよ。でリンゴ酢っていうのはたくさんあるお酢の中でも、もう一番ダイエット効果高いですね。その理由があるんです。ちょっと一つ一つ押さえていきましょう。まずはリンゴ酢自体、脂肪を燃やす力もある、基礎代謝が上がって、しかも脂肪をつけにくくしてくれて血糖値の急上昇を抑えてくれます。優れもの。でプラス、なぜリンゴ酢なのか、それは酢酸の働きがたくさんあるお酢の中でも一番強いんですね。そうするとあなたの腸の運動、蠕動運動がすごく活発になって、要は元気になる腸がね。そうするともうどんどん老廃物もデトックス、食べたものがきちんと消化吸収できて栄養もちゃんと取れますよということです。そしてしかもね、満腹感を得やすくなります。あなたの食欲を朝からしっかりと抑えることができるっていうのと、ここにもむくみ改善効果がありますから、ぜひ召し上がってみてください。はい、そして今からは納豆についてダイエット効果ですね。もう私納豆大好きです。あなたはいかがですか？どんな風に召し上がってますか？もう納豆をね、朝から食べるだけでもバッチリ。なぜか、発酵食品、タンパク質がしっかり取れる、しかも食物繊維も取れちゃうっていうね、もう一石何鳥もあるわけです。なのでぜひね、朝は納豆召し上がってください。で納豆はもう本当にね、発酵食品、腸内環境が整って、しかも何がいいかって納豆菌がすごすぎるんですよね。熱や胃酸に負けないんです。生きたままちゃんとあなたの腸の隅々まで届きますから、もう納豆パワー味方につけていきましょう。そしてね、脂肪燃焼効果がありますよ。で結果蓄積も抑えてくれますし、何よりも女性ホルモンに似た働きをするイソフラボン取れますから、絶対にこれはもう取った方がいいです。そしてね、血糖値の急上昇も抑えてくれますし、食欲もタンパク質ですから抑えてくれる効果をここでも得ることができます。では4つ目のメニューはこちらです。イワシの水煮缶を使います。中にはね、ちょっとイワシ苦手っていう方はサバの水煮缶とかでもいいんですよ。要はポイントは、青魚の無添加の水煮の缶詰を使いましょうっていうことですね。でもちろん水煮だから味がないので、私はこうパパッと塩麹で味付けしたりとか、どうかするとこう卵でくるんとね閉じちゃって、ボリューム満点の朝からタンパク質取るようにしています。私は毎食必ず毎日、朝はねこういったタンパク質を取ることにしてるんですね。でこういった青魚系は腸内環境を整えてくれる EPA とか DHA が豊富ですから、なかなかね朝からさばいて魚とか、なかなかそんなこと
忙しくてできない方も多いと思うんですけれども、焼いたりとか煮たりとかね、そういった時にこういった缶詰、まあ、かっこ無添加のものですよを取られますと、まあ、すごく便利ですし、簡単に取りにくい魚を取ることができます。そして良質なタンパク質に加えて中性脂肪がとってもね下げてくれるのが、まあ、このイワシの力なんですよね。で特にあのお子様とかカルシウム不足になってはいけません。大人もそうですけれども、カルシウムすっごく大事です。ですので朝からしっかりとこういった栄養素が取れるイワシやサバなどの水煮の缶詰活用してみてください。では最後の5つ目のメニューはこちら、オートミールを使ったレシピになります。まあ、オートミールイコール大粒麦のことなんですけども、やっぱりね、いかがですか、オートミール召し上がってる方いらっしゃるかもしれませんけども、用途によってやっぱりおすすめのオートミールってあるんですね。でオートミールはまず腸内環境を整えてくれる、しかも食物繊維が豊富で、白米とかに比べたら低 GI 食品、結局血糖値の急上昇がない緩やかな、まあ、食品ということですよね。でしかも大粒麦を食べることでタンパク質とかビタミン、ミネラルが取れちゃう。もちろん白米なんかよりも低カロリーですから、簡単なのはそのオートミールにねお水を入れてレンチンにしてお粥とか、まあ、ご飯の代わりにもなりますから、すごく便利。特にあお米がないとかね、炊き忘れた時は私はオートミールの力すごくね助かってるんですよね。でね、おすすめは例えばご飯としてお米代わりとした感覚で食べたいなっていう時はロールドオーツタイプのオートミール使ってみてください。もう粒がそのまま残ってる、食べ応えがこうあって、まあ、ご飯っぽく召し上がることができます。で逆に例えばちょっとスイーツ系ですね、ヨーグルトに混ぜたりとか、そういったものフルーツ乗せたりとかいう時は砕いた後のこのクイックオーツタイプがおすすめ。ただいずれにしてもオートミール有機栽培オーガニックのものを選んでくださいね。農薬たっぷりを食べてしまっては元も子もありませんので注意していきましょう。さあいかがだったでしょうか。今回の動画のまとめです。マイナス10キロ痩せてリバウンドなしの私が日頃食べている朝食のメニューをお伝えしました。この5つでしたね。ローテーションでも構いません。これがいいと言ってこればっかり食べるっていうのも NG ですよ。しっかりとバランスが大事。いろんなものを食べることで腸内細菌の種類が増えます。結果痩せ体質へと生まれ変わることができますから、ぜひ上手に日頃のメニューに一品ずつでもいいです、取り入れてみてくださいね。それではこの動画のお話以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、またコメントもいただけますともとっても励みになります。それでは次回の動画でお会いしましょう。